おっすおめえたち今日の日経平均株価はオラの予想と違って下がっちまったなすまねえすまねえでもよオラだって今日は上がると思って投資してんだ損で思ったよりマイナスがでかくて損切りまでしてんだぞ悲しいのはおめえたちだけじゃねえその悔しい気持ちを明日の投資にぶちまけるんだんじゃ今日もオラがおめえたちにとっておきの情報を提供してやっからよ 最後までしっかり耳かっこじってよく聞いていけよじゃあ始めっぞおめえたちもご存知の通り今日の東京株式市場で日経平均株価は続落したぞ前日比で278円15000安の28820円9000で終えたな決算発表の内容が市場の期待に届かなかった銘柄を中心に売られたぞ 先日の米国株式市場でニューヨークダウが4営業日ぶりに反落したことも重荷となったぞ日本では朝方に下げ幅が400円を超える場面があったが主要な銘柄にはしっかりと押し目買いが入って下げ幅を縮めたな決算発表を受けた銘柄の選別する動きが強かった印象だぞ2022年3月期業績の見通しを引き下げたファナックが大きく下げたファナックは世界的なロボットメーカーで 今後のロボットの活用を考えたらこんなに下げるのっておかしい気もするがやっぱりそのロボットが作れねえんじゃどうしようもねえってわけだな製造業の下落は主に部品不足や部品の高騰が要因であるだけに決算を控える一部の製造業の買い手控えにつながったとの見方もあったぞ決算を発表した銘柄では「大日本住友や富士通 M3 の下げも目立ってたなこいつらが日経平均株価指数を押し下げたってわけだ」 今日は上がると思ってたのに、畜生、ぶっ殺すぞ、昨日の米国債券市場では長期金利が低下した一方で、短中期期金利は上がったな、東京株式市場でも運用や貸し出しの利ざやが悪化するとの見方から、銀行や保険といった金融株の重荷となったぞ、そんな中でよ、高決算を発表した銘柄はしっかりと上昇して。 他の値ガサの半導体関連銘柄の一部の買いに波及してたなそれがなんとか指数を下支えしてオラを守ってくれたってわけだ経済活動の再開に向けた前向きな動きを手がかりに空運株や鉄道株の一部にも買いが入った当初一部の売買代金は概算で5兆699億円にもなっててちょっと驚えたなそんで 大引けにかけてはトピックスの算出にかかわる不動株比率の定期見直しに伴う売買が膨らんで約5か月ぶりの高水準となったぞ明日は月末最後の金曜日でかなりの下落が予想されてっけど誰もだそういった目で師匠を見てるってことを忘れんじゃねえぞそういうやつはすぐに足元をすくわれるってことだオラはしっかり流れに乗って売りポジションを立てているぞんじゃ明日も絶対見てくれよな いいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな